幕末に欧米列強との間で結ばれた不平等条約の明治に入ってからの条約改正交渉に際し、日本国内に在留する外国人に対する領事裁判権を撤廃するのと引き換えに日本の法官に外国人を任用するという内容の交渉を大日本帝国政府が行い、その内容の条約の調印にまで至っていたことが公になって以降、 それが大日本帝国憲法に違反するとの批判から、日本国内で勃発した一連の清掃、テロ事件、その他の騒動。その交渉を外務大臣として推進した、大隈重信が爆弾で暗殺されかける、いわゆる大隈遭難事件の発生を招いた。1889年10月18日、現用者の構成員だった、苦島つねが、 この外国人の任用を内容とする条約案に対する抵抗を目的に、この交渉を外務大臣として推進していた大隈重信に対し爆弾による暗殺を図り、未遂に終わったものの、大隈が右足を失う重傷を負い、内藤も現場で自陣するという事件が起こった。歴史的には、大隈遭難、大隈遭難事件、大隈重信遭難事件など、 そうなんと表現されることが多い。ありがとうございます。